はい。空影さん、おはようございます。えー、今朝は晴れています。本日、9月26日は、えー、台風襲来の日です。統計上日本への台風襲来の回数が多い日だそうです。えー、曇りの方で予想最高気温は26度だそうです。ということです。はい。うん。ゆうのエアーさん、えー、どうもです。かぶさんもクリスマスティーキの予約始まってますよ。えー、ベルリーではどうですか ベルギーでは普段からケーキはよく食べるんですか、えー、クリスマスケーキの予約が始まると年末感がありますね。カ、え、ブ、ー、さんもケーキ予約するんですかえっと、こっちにそういうのあったかなあの、ケーキはね、食べるんですけど、えー、ちなみにあの、ベルギーでは、あのまんるのケーキ、これ、まん丸ですよ。まん丸のケーキ。これですね。日本だと、まあ、これカットして一人、人、人分とかってこうなりますよね。でも、こっちって、 このケーキ丸ごと一人だったりしますよ。一人分。ケー、あれケーキね、好きな人いっぱいいるんですよね。うん。普段から結構食べてます。ただまあ、あの、安い。明らかにこっちの方が安いですね。うん。えー、株さん、ベルディーの人は結構美意識高めなんですね。えー、フィギュア男子も美意識高い人が多そうですね。えー、最近ずっと涼しかったのに、今日はまた暑くなるみたいですよ。 本格的な秋がまだみたいですね。ということですね。はい。うん。えー、そして、株さん、2029年に、えー、小学生アポフィスが地球に接近をするらしいですよ。えー、人工衛星に衝突する可能性はあるみたいですけど、地球への衝突はないみたいです。もし衝突したら、えー、人類滅亡らしいからよかったですね。なるほど。 うんでも、宇宙にはたくさん惑星と星が飛んでいるらしいのによく地球にぶつかんないですね。確かに、僕も思ったことありますね。まあ、あのー、ちっちゃいものって結構ぶつかってるっぽいですね。ただ、なんか、噂によると、なんかぶつかるって分かってても、政府が国を隠してるっていうこともあるっぽいですね。まあ、なぜかっていうと、パニックになっちゃうから。うん なんか大きな、あのー、惑星が今後衝突するっていう、何、えー、て言うんでしょうか、ねあのーまあ将,えー、将来的にね、うん、そういうなんか予想されているものもあれっぽいですね。ただからか壊せるのかな、確か、うんね。でもあり得ると思いますよ、宇宙から小,小惑星がぶつ,かるぶつかるっていうのは。全然あり得ると思う。うん、はい。えー、マサルディアさん、どうもです。今は男性でも日 そうなんだ。じゃあですよ。えー、ジャンが登校するときに、雨と日傘兼用の餅を持ち歩いてますし、へえ、日焼け止めのクリームを塗ってから外に出ていました。特に顔、うん、日焼け止めのね、クリームはね、あの、男性もよく塗ってるかなって思うんですけど、あの、日傘をさすって本当ですか今知りましたね。そうなんだ。うん。 ちなみに、ベルギーではね、見たことないですね。日傘を差してる人は。うん。帽子はね、被ってる人はたまに、ね、時々いるんですけどね。時代が変わりましたね。うん。はい、ありがとうございました。